アリア・イゼトベゴビッチ、アリア・イゼトベゴビッチ、ボスニア語、1925年8月8日2003年10月19日は、ボシニ人活動家で、弁護士、作家、哲学者、政治家であり、1990年に、ボスニア・ヘルツェゴビナの初代大統領となった。イゼトベゴビッチは1996年まで、大統領職を務め、 その後、ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会の一員となり、2000年までその地位にあった。イゼトベゴビッチは、また、多くの著書を残しており、特に、イスラム宣言、などが知られる。アリア・イゼトベゴビッチは1925年、当時セルブ・クロアート・スロベーン王国の一部だった、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部のボサンスキ・シャマツにて生まれた。著名であったが没落した家系の出身であった。 イゼトベコビッチ家はベオグラードでオスマン帝国の貴族であったが、セルビアがオスマン帝国から独立したためにボスニアに逃れていた。アリア・イゼトベコビッチの祖父アリアはボサンスキ・シャマツの市長であった。アリア・イゼトベコビッチの父親は会計士であったが、1927年に破産を宣告され、彼の家族はサラエボへと移った。 1930年代から1940年代にかけて、アリア・イゼトベゴビッチは、母子逆人社会の一員として育った。信心深い家庭と、ムスリムとしての教養により、彼は、格好たる教育を受け、サラエボにて、法学校を卒業した。この時、彼は、青年ムスリモ団に加わった。第二次世界大戦の間、イゼトベゴビッチは、 いかなる軍事組織にも加わることはなかった。戦後、イゼトベゴビッチは1946年に逮捕され、反共産主義活動の疑いで、懲役3年を言い渡された。釈放後、イゼトベゴビッチは、サラエボ大学にて、法学の学位を取得し、政治への参加を続けた。1970年、イゼトベゴビッチは、イスラム宣言、と題する、声明書を発表した。 この中でイゼトベゴビッチはイスラムと国家、社会に関する自身の見解を表明した。ユーゴスラビアの当局はこの宣言書をボスニアにおけるシャーリア法であるとの見解を示し出版を禁じた。あとにこの宣言書はセルビア人の民族主義者によって戦争の口実として使われた。彼らは本書を引用し母ニア人がボスニアに イランのようなイスラム国家を設立しようとしていると主張た。ボスニア紛争が続いた1990年代、宣言書がイゼトベゴビッチに反する立場の人々によって頻繁に引用されるようになってから、本書はイスラム原理主義の見解を示したものとみなされてき。こうした見解は、ジョン・シンドラー、ジョン・シンドラー等の一部の西側諸国の人々にも共有された。しかし、 イゼトベゴビッチはこうした見解を強く否定している。イギリスの著者のエール・マルコルムはセルビア人民族主義者による本書に関する主張を誤ったプロパガンダであるとし、本書を丁寧に読むことを勧めた。マルコルムは本書を政治とイスラムに関する一般的な指針を示したものであり、すべてのイスラム世界に向けられたものである。これはボスニアについて述べたものではなく、 ボスニアは本書では触れられてすらもない引用される箇所はいずれも原理主義的なものではないとした。マルコルムはイゼトベゴビッチの視点は後の著書西と東のイスラムイスラームビトウィンイーストアンドウエストで実行されて述べられているとしそこで彼はイスラムを西ヨーロッパ諸国の価値を含む精神的、理智的な人形勢とみなしているとした。この功績により 1993年、キング・ファイサル国際賞イスラーム法師部門受賞。宣言書は、現在も、論争の的となり続けている。また、イゼト・ベゴビッチの著書は二言論的であると、指摘されている。1983年4月、イゼト・ベゴビッチと、その他の20人のボ主シニ人活動家、メリカ・サリフ・ベゴビッチ、マリーカ・セレーハ・ベゴビク、エドヘム・ビチャクチッチ、 エドヘム・バイキャキシック、オメルベ・フメン、メア・ベイマン、ムスタファ・スパヒッチ、ムースタファ・スパック、ハサン・チェンギッチ、ハサン・セネジックは、サラエボの裁判所で裁判にかけられた。敵対行動、特に、ムスリム民族主義に影響を受けた。敵対活動、敵対活動を目的とした共謀、敵対的プロパガンダの容疑であった。とりわけ、起訴された者たちは、 民族的に純粋なムスリムのボスニア・ヘルツェゴビナを創設することを目指していたとされた。イゼトベゴビッチはさらにイランでのムスリム会議に参加したことでも訴追された。彼らはすべて有罪と認定され、イゼトベゴビッチは懲役十四年を宣告された。有罪判決はアムネスティ・インターナショナルやヒューマンライツ・ウォッチなどの西側の人権組織から強く非難され、この事件は 共産主義者によるプロパガンダに基づいており、起訴された者たちは、いかなる暴力を使ったことも擁護したこともないとした。続く5月には、ボスニア上級裁判所は、被告の行動のいくらかは、犯罪活動としての性質を有さずとし、イゼトベゴビッチの懲役を12年に減刑した。1988年、共産主義による統治が失墜すると、イゼトベゴビッチは、恩赦を得て釈放され、 ほぼ5年間に及んだ東国生活を終えた。イゼトベゴビッチの健康状態はひどく害されていた。1980年代の末、ユーゴスラビアに複数政党制が導入されると、1989年に、イゼトベゴビッチと、その他のボ主ュニ人の活動会は、政治政党民主行動党、ストランカ・ディー・モクロッュク・キクシーエー、SDA を設立した。民主行動党は、 ムスリム的特徴を持っており、同様に、ボスニア・ヘルツェゴビナの他の民族、すなわち、クロアチア人やセルビア人も、それぞれの民族に基づいた政党を設立した。共産党そのものは、民主改革党と解消した。イゼトベゴビッチ率いる民主行動党は、選挙に勝利し、ボスニア・ヘルツェゴビナ全土で、最多得票となる33%票を集めた。それに続く、第二党。 第三党となったのは、それぞれ、セルビア人とクロアチア人の民族主義政党であった。大統領選挙では、ボシュニャク人の候補者のうちフィクレとアブディッチが44%の票を得て1位となった一方、イゼトベゴビッチは37%の票を得て2位となった。ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法によると、それぞれの憲法上の主要民族の上位2人の候補が、 他民族の7人からなる輪番制の大統領評議会に選ばれることになる2人のボシュニク人、2人のセルビア人、2人のクロアチア人、1人のユーゴスラビア人。クロアチア人は首相の座を獲得し、セルビア人は議会議長の座を獲得した。アブディッチはボシュニク人の大統領評議会から身を引くことに合意し、イゼトベゴビッチが大統領に選ばれた。 ボスニアの民族による権力分担合意は、クロアチアにおいて、クロアチア人とセルビア人の間で戦闘が始まり、民族間の緊張が高まったことによって、急速に崩壊を迎えた。イゼトベゴビッチは、憲法上は1年間のみ、大統領の地位にあるものとされていたが、この合意は、非常事態のために発揮され、セルビア人とクロアチア人の民族主義政党セルビア民主党、 SDS とクロアチア民主同盟 HDZ はボスニア・ヘルツェゴビナ政府を否定し合意は完全に崩壊した。スロベニアとクロアチアで1991年の夏に戦闘が始まるとボシュニャク人も戦闘へと参加していった。イゼトベゴビッチははじめボスニア・ヘルツェゴビナを緩やかな連邦国家として国家の位置を維持することを提唱し平和的解決を強く求めた。 イゼトベゴビッチは何にもまして平和をという立場は取らず、1991年2月には私はボスニア・ヘルツェゴビナの独立のために平和を犠牲にすることも意図はない。しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの平和のためにその独立を犠牲にすることはないと発言した。1992年初頭には対立する民族主義者たちの要求は互いに衝突し、 整合性が取れなくなっていた。ボシュニャク人とクロアチア人は、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立を求める一方、セルビア人は、セルビアに支配されるようになった、ユーゴスラビアの参加に止まることを主張した。イゼトベゴビッチは、表立って、自身が二者択一を迫られていると説明し、白血病となるか脳腫瘍となるか選ばざるを得ない、状況であると、そのジレンマを表現した。 1992年1月、ポルトガルの外交官、ジョゼク・ティレーロは、草案を作成し、これは後に、リスボン合意、と呼ばれるようになる。この草案では、ボスニアは3民族それぞれによる関東からなる、連邦国家とされた。はじめ、ボシュニャク人のイゼトベゴビッチ、セルビア人のラドバン・カラジッチ、クロアチア人のマテボバンのすべての側が、この草案に、合意した。しかし、 二週間余りが過ぎた後、イゼトベゴビッチは合意を撤回し、ボスニアを分割するあらゆる考え方に対する反対を表明し、これはおそらく在ユーゴスラビアのアメリカ大使をオレンジマーマンに促されたと考えられる。1992年2月、イゼトベゴビッチはボスニア・ヘルツェゴビナをヨーロッパ水準の独立国家として認めるかを問う住民投票を実施した。 大統領評議会のセルビア人メンバーらは、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立を進める、あらゆる動きは、ユーゴスラビアへの帰属を求める、セルビア人居住地域をボスニア・ヘルツェゴビナから切り入り、ことにつながると警告した。セルビア人は、住民投票をボイコットし、これを憲法違反の動きであるとした。投票では67%の投票率で、99.4%の、 賛成票を集めた。これは、ボスニア・ヘルツェゴビナに住む、ほぼすべてのクロアチア人とボシュニャク人の有権者が投票し、賛成票を投じたことに匹敵する。ボスニア議会ではすでに、セルビア人議員は欠席となっており、議会は2月29日に公式に独立を宣言し、イゼトベゴビッチは3月3日に独立すると発表した。独立は1992年4月7日に、 欧州連合とアメリカがボスニア・ヘルツェゴビナの独立を承認するまで実際の効力は発揮されなかった。国際社会によるボスニア承認の直後から散発的にセルビア人とボスニア・ヘルツェゴビナ政府軍による戦闘が始まった。イゼトベゴビッチは独立の承認に伴って国際社会が紛争を食い止めるために平和維持軍を派遣することを期待しが、これは実現されなかった。 それに代わって、ボスニア・ヘルツェゴビナ全土の広い地域で放棄したセルビア人やユーゴスラビア軍と装備の貧弱なボスニア・ヘルツェゴビナ政府軍との戦闘、始まった。はじめ、セルビア人武装勢力は非セルビア人の市民を東部ボスニアで攻撃した。町や村はひとたび、セルビア人の手に落ちると、セルビア人勢力、軍や警察、準軍事組織、 そして時にはセルビア人の村人までが同じパターンに従って行動した。ボシュニ人の家や住宅は組織的に破壊されるか放火され、ボシュニ人の市民は追い込まれるか取ら,られ、時に殴打され、殺害された。男性と女性は分離され、男性らの多くは強制収容所に送られた。女性らは各地の交流地に留め置かれ、極めて劣悪な環境の中での生活を強いられ、 繰り返し交換されるなどの虐待を受けた。セルビア人の兵士や警官はこれらの交流地を訪れ、一人、あるいは複数の女性を選んで連れ出し、交換した。その後3年にわたって、イゼトベゴビッチは、セルビア人勢力によるサラエボ法以下で危険な中を生きた。イゼトベゴビッチは、セルビア人勢力の攻撃に対して何もしない、西側諸国の失態をがし、代わって、 反体制活動時代に築いたイスラム世界とのつながりを頼った。ボスニア政府は彼らから資金と軍備の提供を受けた。ボスニアの母主逆人に対するセルビア人やクロアチア人の勢力による虐殺に対してアラブ人の義勇兵がボスニアに入り、ボスニアヘルツェゴビナ政府軍に加わった。彼らはエルムジャヒド、エルムドザットの名で呼ばれた。 エル・ムジャヒド・義勇軍の正確な数は明らかにはなくていないものの300人程度から1500人程度と見られている。これらの外国人兵は自身をムジャヒディーンと呼び1993年にクロアチアの身分証明書、パスポート、ID を持って入国している。彼らは大きな批判の的となり彼らの存在は危険なイスラム原理主義を ヨーロッパの中央に築き上げようとしている証拠であると非難された。しかし、これらの外国人義勇兵は、ボシュニャク人の間でもあまり知られていない。それは、ボスニアヘルツェゴビナ政府軍は、数千人の兵士を要し、兵士ではなく、軍備を必要としていたことによ。多くのボスニア政府軍の士官や指導者たちは、外国の義勇軍が、ボスニアヘルツェゴビナの中心にいたことに疑いを、 持っている。ボスニア政府軍は頻繁にクロアチア人勢力によって捉えられているのとは、対照的にこれらのムジャーヒディーンたちは、クロアチアのスプリトやザグレブから来て、ボスニアヘルツェゴビナ領内に、クロアチア人が建国を宣言したヘルツェグイコールボスなクロアチア人共和国を問題なく、通過してきていることになる。ボスニア政府軍に所属したクロアチア人の高官である。 将軍スティエパン・シベルによると、これらの外国人兵のボスニア入りの要の役割を果たしたのは、クロアチア大統領、フラニオトゥジンとクロアチアの防御用組織であり、クロアチアによるボスニア紛争への加担と、クロアチア軍による犯罪を正当化することを目的としているとされる。イゼトベゴビッチはこれらのムジャーヒディインたちをイスラム世界によるボスニア支持の象徴とみなしているが、 彼らは、軍事的には、大きな貢献となはらず、政治的には、重荷となった。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の領土防衛大臣ハサン、チェンギッチ、ハサン・セネジックは、イランと強い結びつきを持っており、1996年に、チェンギッチの鋼鉄は、アメリカ合衆国が、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍に対する資金と装備の支援の引き換えに、 強く求めていた要求であった。イゼトベゴビッチは中央集権の下での多民族国家としてのボスニア・ヘルツェゴビナを帰求した。これは当時の情勢の下では不可能とも思われる構想であった。ボスニアのクロアチア人はサラエボの政府には期待せず、クロアチア政府によって軍事的、資金的に援助を受け、クロアチア人自身による民族国家、 ヘルセグイコールボスなクロアチア人共和国をヘルセゴビナと中央ボスニア地方に打ち立てていた。ほとんどの地域では局地的なセルビア人勢力とクロアチア人勢力による急戦が結ばれていたクレシェボ、ヤイセなど、クロアチア人勢力は中央ボスニアの街ゴルに幕を呼び伸びトラブニクにおいて1992年6月、初めてボスニアク人に対する攻撃に及んだもの。 攻撃は失敗に終わった。フラーツ合意はクロアチア人勢力の間に大きな分裂をもたらし、分離主義者の勢力を勢いづかせた。これによって、ボシニ人勢力に対するラッシュバ、渓谷民族浄化作戦が引き起こされた。この作戦は、ヘルツェグイコールボスなクロアチア人共和国の政治的、 軍事的指導者らによって1992年月から1993年3月にかけて計画され、続く4月に実施され、1991年11月に、クロアチア人民族主義者によって規定された目標の、具現化であった。全般的な混乱に加えて、イゼトベゴビッチのかつての盟友であったフィクレト・アブディッチは、ザジンとベリカ・クラブ社自治体の領域において、 サラエボの政府に反抗し、スロボダン・ミロシェヴィッチやフラニョト自慢の協力のもとで、西ボスニア自治州を設立した。アブリッチの一派は、間もなく、ボスニア政府軍によって鎮圧された。この時点で、イゼトベゴビッチによるサラエボの政府は、ボスニア・ヘルツェゴビの全土のうち、わずか25%を統制下に置き、母主逆人を代表する勢力に過ぎなかった。 1993年中頃、イゼトベゴビッチは、ボスニアを民族ごとに分割した上で、サラエボの政府の下に置き、かつボシュニャク人に最大の領土を与える和平案に合意した。ボシュニャク人とクロアチア人の間の戦闘は、アメリカ合衆国の朝廷によって1994年3月に停止され、それ以降は、両勢力は対セルビア人で協力関係となった。 この頃から、NATO は、紛争により、積極的に介入するようになり、ボスニアのセルビア人が停戦を破ったり、飛行禁止区域を犯した際には、セルビア人勢力に対する、局地的な爆撃などを行った。クロアチア人勢力は、アメリカの軍事コンサルタントミリタリープロフェッショナル、リーソーセス、インクによる、クロアチア軍に対する指導によって、間接的に利益を受けた。加えて、 国際連合による武器禁輸にもかかわらず、クロアチアはボスニアのクロアチア人勢力に対して大量の武器を供与し、少数をボスニア政府軍にも供与した。多くのボスニア軍の供給はイスラム世界、特にイランから空輸によって運び込まれ、1996年にアメリカ合衆国の調査の際に問題となった。1993年9月。 ボシュニャク人知識人会議、ダラギー・ボズンジャッキー・サブアは歴史的な民族故障であるボシュニャク人をそれまでの故障であったムスリム人に代わって再導入した。ユーゴスラビア時代、ボシュニャク人の故障はボスニアにおける支配力が失われることを恐れたセルビア人によって反対され、その代わりにムスリム人の故障が導入されていた。 ユーゴスラビアによるムスリム人政策は、ボシニャク人の間では、民族性の虫と、ボスニアという地域性の否定であり、彼らを民族性ではなく、宗教によって区分するものであったとみなされ、ボスニアの政治家のハムディア・ポズデラツは、1971年のヨシップ・ブロズチ島との会談の中で、彼らはボスニア性を認めず、代わりにムスリム性を提案してきた。 この故障は誤りであるものの、我々はこれを受け入れ、これを進展の第一歩としようとしている。1995年8月、スレブレニツァの虐殺に続いて、NATO は2週間にわたる集中的な空爆作戦を展開し、ボスニアのセルビア人勢力の命令、指揮系統を破壊した。これによって、クロアチア人とボシュニャク人の軍は、それまで、 セルビア人が支配していた地域への構成が実現し、ボスニア・ヘルツェゴビナの国土を、ボシュニャク人、クロアチア人とセルビア人で、母半分に分ける状態に至った。構成は、セルビア人勢力の事実上の首都であったバニャルカの直前で停止した。ボシュニャク人が進軍を停止したとき、彼らはバニャルカに電力を供給している発電所を制圧し、セルビア人勢力に対して、 停戦合意への圧力をかけた。各方面はデートンにいて、アメリカ合衆国の監督のもとで和平交渉を進めた。クロアチア人とセルビア人の利益はそれぞれ、クロアチアとセルビアの大統領であるトゥジマンとミロシェビッチが代表してた。イゼトベゴビッチは、国際的に承認されたボスニア政府を代表していた。1995年11月。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が公式に終わってから、イゼトベゴビッチは、大統領評議会の議長に就任した。民主行動等の影響力は、国際社会によって設置された、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表によって低下させられた。上級代表はボスニア・ヘルツェゴビナを監視し、大統領評議会や議会、クロアチア人とボシュニャク人主体の、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦を、 セルビア人主体のスルプスカ共和国よりも上位の権限を持っていた。イゼトベゴビッチは2000年10月に74歳で健康上の理由のために大統領評議会を退いた。しかし、イゼトベゴビッチはその後もボシュニャーク人の間で高い人気を維持し、デド、デとの愛称で親しまれた。この愛称はトルコ語で祖父を意味するデデに由来している。イゼトベゴビッチの支援によって 民主行動党は2002年の選挙で政権に返り咲いた。セルビア人民族主義者や組織は二度にわたって旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に対してイゼトベゴビッチを戦争犯罪やその他の容疑で訴追するように求めた。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によるイゼトベゴビッチに対する調査は一度は始められたものの彼の死によって中止された。自伝。 逃れられない疑問、イネスケイポブルクエスチョンズの中で、イゼトベゴビッチは、ある場面で、少数の母主に人兵士が、故意に市民を殺害したことを認め、これに関して、彼の政府による救護士らへの軍の統率を保つことの、困難さについて衝突した。イゼトベゴビッチは2003年10月、自宅で転倒し怪我を負ったことで、心臓病が悪化したため、サラエボにて死去した。死後、 サラエボの大通り、リツェ・マーサラ・チタ、地東原水通りよび、サラエボ国際空港に彼の栄誉を称えての解消が提案されたが、これはスルプスカ共和国の政治家からの反対を招き、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表のパディアッシュダウンにって解消は阻止された。イゼトベゴビッチの墓は、サラエボの小鉢、小橋井墓地にあり、2006年8月11日に、 何者かによって爆破された。イゼトベコビッチのユーゴスラビア域外での最も著名な著書には西と東のイスラムがあり、1984年の発表以降多くの言語で翻訳され出版されている。その他の著書にはイスラム宣言、イスラムルネッサンスの問題、私の自由への闘争、 東国からのノート1983から1988逃れられない問題、次元ノートなどがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。